先生の遺書45。私がいよいよ立とうという間際になって、確か2日前の夕方のことであったと思うが、父はまた突然ひっくり返った。私はその時書物や衣類を詰めた行李をからげていた。父は風呂へ入ったところであった。父の背中を流しに行った母が大きな声を出して私を呼んだ。私は裸のまま母に後ろから抱かれている父を見た。それでも座敷へ連れて戻った時、父はもう大丈夫だと言った。念のために枕元に座って濡れて拭いで父の頭を冷やしていた私は、9時頃になってようやく肩ばかりの夜食を済ました。翌日になると父は思ったより元気が良かった。止めるのも聞かずに歩いて便所へ行ったりした。もう大丈夫。父は去年の暮れ倒れた時に私に向かって言ったと同じ言葉をまた繰り返した。その時は果たして口で言った通り、まあ大丈夫であった。私は今度もあるいはそうなるかもしれないと思った。しかし医者はただ用心が寛容だと注意するだけで、念を押してもはっきりしたことを話してくれなかった。私は不安のために出立の日が来てもついに東京へ立つ気が起こらなかった。もう少し様子を見てからにしましょうかと私は母に相談した。そうしておくれと母が頼んだ。母は父が庭へ出たり瀬戸へ降りたりする元気を見ている間だけは平気でいるくせに、こんなことが起こるとまた必要以上に心配したり気をもんだりした。お前は今日東京へ行くはずじゃなかったかと父が聞いた。ええ、少し伸ばしましたと私が答えた。俺のためにかいと父が聞き返した。私はちょっと躊躇した。そうだといえば父の病気の重いのを裏書きするようなものであった。私は父の神経を過敏にしたくなかった。しかし父は私の心をよく見抜いているらしかった。気の毒だねと言って庭の方を向いた。私は自分の部屋に入ってそこに放り出された氷を眺めた。氷はいつ持ち出しても差し支えないように固くくくられたままであった。私はぼんやりその前に立ってまた縄を解こうかと考えた。私は座ったまま腰を浮かした時の落ち着かない気分でまた3、4日を過ごした。すると父がまたそっと押した。医者は絶対に安賀を命じた。どうしたものだろうねと母が父に聞こえないような小さな声で私に言った。母の顔はいかにも心細そうであった。
私は兄と妹に電報を打つ用意をした。けれども寝ている父にはほとんど何の苦悶もなかった。話をするところなどを見ると風邪でもひいた時と全く同じことであった。その上食欲は普段よりも進んだ。旗の者が注意しても容易に言うことを聞かなかった。どうせ死ぬんだからうまいものでも食って死ななくっちゃ。私にはうまいものという父の言葉が滑稽にも悲惨にも聞こえた。父はうまいものを口に入れられる都には住んでいなかったのである。世に行って柿餅などを焼いてもらってボリボリ噛んだ。どうしてこう乾くのかね。やっぱり芯に丈夫のところがあるのかもしれないよ。母は失望していいところに帰って頼みを置いた。そのくせ病気の時にしか使わない乾くという昔風の言葉を何でも食べたがる意味に用いていた。おじが見舞いに来た時、父はいつまでも引き止めて返さなかった。寂しいからもっといてくれというのが主な理由であったが、母や私が食べたいだけものを食べさせないという不平を訴えるのもその目的の一つであったらしい。